吉野さん病名が病気を作るっていう、ね、説があるんですよストレスっていう言葉は最近日本に持ち込まれた言葉でそれまではスストレスって言葉がありませんでした例えばストレスを現実抱えていた江戸時代の人がいてもちょっと寝ときゃ治るよみたいな感じでねそうなんかななんかちょっとおかしいんだよな寝たまあ頑張るかみたいな感じで寝ときゃ治るよっていう言葉に影響を受けて治ったような気がする。 そんな時代を築いていた人が、それうつ病じゃないって言ったら、あうつ病なんだ。あちょっと元気がなくなったあっ、うつ病だからだ。お元気が出てきたぞ。でもなんか、うつ病だから、これは仮初めの元気だよね。うつ病になった。みたいなことが起きるという説もあるんですよ。ね、依存症という言葉も、じゃあ、タバコの依存症ってね、1日に1本が依存症なのか、1年に1本が依存症なのか、1時間に1本が依存症なのか、その境目はどこにあるの個人差あるんじゃないの ね、いくら喫煙に強い依存を持っていたとしても寝ている時間が8時間その間に全く吸わないで平気なのは何なんでしょうかということもあったりねだからなんかずいぶん勝手な理屈だなというふうな気がするんですよまあ病名が病気を作るっていうのはそういうところから来てるらしいですであの「ドラえもん」の話で機械に依存してね 未来人がもう体が動かなくなっちゃったっていうのがありますけどもあれを私なりに展開するとねあれは過当な未来人なんですよで自分の脳みそ体をこうあっちこっち移動させるための装置をまあなんいうか定期購入させるための支配者層っていうのがいてねで支配者層は別に自分の体が思い通り動いてるわけですよで下級市民をもうねカモにするために 脳だけををを発達させてて体を取れるような仕組みを作ってしかもそこにクルーザーみたいなのね個人クルーザーみたいなんで乗り物を用意させておいてその乗り物がないともう移動ができないように思い込ましているというねでも実際はその未来人の下級市民にしてもねこれじゃダメだと自分は動けるところから動いていって体の筋肉を取り戻してこんな機会がなくても自由に動けるようにすればいいんだそのためにあるのが筋トレかなるほどっていう風に。 教育を埋め込むことによって筋トレという概念を埋め込むことによって機会がなくても動けるようになるんだっていう風な教育をするとかねある意味洗脳をするとかねまあ、そういう風に病名ではないけども概念を植え付けることによって今度はそっちの方に能力が伸びていくってこともありますよねだから私は思うにどう思い込ませるかなのかなと思うわけなんですよ何でもかんでも <laughs> うん、だからね自分がね例えば家族を持っていて奥さんがいて子供がいる 家族のために頑張らなきゃいけんなーっていうふうな常識とか思い込みによって頑張るのかもしれませんし、いや、個人的に自分は自由なんで、俺がいなくても家族は生きていくだろう。実際に親父が蒸発しても、ちゃんとね、その後母子家庭でも立派に過ごしている人はいるんだから、それ本人の運命とか能力の問題だよねっていうふうに思い込むのも自由ということなのかなと思いますよね。あなたはどっちでしょうかいってらっしゃい。